こんにちは、土の子です。今日は6月10日、今日もねバッチトレールセンター撮ってないでありそうなんで見ていきましょう。まずはこれ全部撮ってますね。まずレシラム、ブラックキレムかな、これブラックキレムが残ってますね。そしてああいう1個残りは結構きついぜ。そしてストーンカービィか、ストーンカービィも残っている。でスプラのボーイたちだね、もう残ってます。これスプラのギアが残ってますね。これちょっと今日やっていこうか、未プレイ台。そしてコッコハート、ハートが残ってるよ。これも、ゼルダのアイコンみたいなやつ残ってますね。東京も取ってない。残りはこれですね、レシラム、レシラムやオノノクス、ここら辺も取ってない。これ確か難しかった気がするな。さあじゃあ未プレイ台のこのギア台やっていきましょう。まずはそうだな、ここにコント当てて戻してポン、うん、悪くない悪くない。さあ次は、次はガールの隣でいいでしょう。ほい、この間にポン、あいい感じいい感じいい感じにずれたね。もう一回ガールにドロップキックしてもらって、ドロップキックしてんじゃんこれ。はい、まずは副ギアゲット。おしゃれプレイは練習台の後で。今日の練習キャッチャーは安納台ですね。やっていきましょう。なんかすっげえ硬かった気がするこれなんかどれか一個すっげえ硬くなかった、なんか覚えてるぞ。ど真ん中、ど真ん中押すんだったっけ。ほい、ど真ん中押して、あー真ん中が硬いのか。ど真ん中押して次左も押していこう。ほい、ぐーっと押してって硬っ左嘘だろ全体的に硬いんだっけ。ここ、ここ押していこう。グーン、よし、2周目行かせてくれ頼む。行け、アームで刺していく。ほい、オッケー、いいぞ。また真ん中刺していこう。確かど真ん中悪くなかった気がするね。おいよ、行きまーす。はい、ドドドンドン、落とせ、それそれ掴んでいけ。おー、オッケー、いいぞ久しぶりに赤くなったわ、22枚。さあ大当たりもあるんじゃないの。いけ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 、赤く光って、赤く光って、小当たり、おお、やったー、すげえ、小当たりも当たって3プレイ無料。大当たり来てないのに3プレイ無料、これはでかい。さあ行きましょう。これは女の子のここポーンドロップキー、あーと2手かかっちゃうかな。ドロップキックパーン、おーじゃあオッケー、4手でコンプすることできましたね。さてさらにこれ行きましょうか。これボーイたちの上に置いてパン弾けさせる。オッケーオッケー、いいぞ。はい、ボーイ、ボーイとガールゲット。おしゃれプレイもいっちゃうよ。さあ行きましょう。これはボーイの間に置いてパン、あーなるほど、これ隙間に置いてって、はい、うん、もう一度これもう隙間隙間でいいでしょ。でこうしてポンポン、あーまずい、やばい、ちょっと待ってよ、これでもやっちまった、マジかよ学習するべきだった、さっきの2プレイでこれはここにやるしかなかったんだ。それで1個あそこにやらなきゃいけなかった、これはミスですね僕のね。やっちまったな、いやー5プレイやってこんだけしか取れなかった。奥から奥からで大丈夫ですよっていうちょっとね甘い考えが
失敗を招いてしまいました。はい、それじゃあ今日のミーバスコーナー行ってみましょう。ローマにある真実の口みたいっすね。嘘つきは口をに手を入れると噛み切られちゃうらしいっす。っていうか手を入れなかったらいいんじゃないですかね。そうだね。まあでも手口の中に何かスイッチがあるみたいな感じだったらね、入れなきゃいけないかも。これは嫌だな。僕は絶対入れる勇気はないですね。手がもげそう。残りは466枚ですね。それじゃあ土の子でした。